特別な出来事を伝えるより当たり前に抱いてるこの気持ち伝えようとする方が難しい。声にならぬことの葉を積もらせる。過ぎてゆく季節を見る余裕もなく、人と人の狭間で自分すり減らし、どれほど一人きりで歩いてきたの。その笑顔花開く明日へ続く奇跡。景色見ているはずなのに、人の数だけ受け取り方がある。ここまで来れてよかったよ、痛かったろ、寂しかったろ、どれほど辛かったろ。誰も君のことを見ていないなら、特等席で見守っているよ。ずっと枯れ果てた花も一る土に帰る。決して息吹を絶やすことなく繋がってゆく。色を変えてく手を取り影が揺れる。手を取り合いながら今をそして